海上自衛隊が配備を進めている FFM 最上潟護衛艦において後日装備とされていた、艦対空ミサイルなどを発射可能な垂直発射システム VLS バーティカルローンチングシステムに予算がついたね。すでに収益している艦及び計画中の艦も含めて2028年度令和10年まで22隻すべてに搭載されることが明らかになったな。今回はそんな海上自衛隊の最上潟護衛艦への追加装備の予算決定について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。最上潟護衛艦への VLS 搭載についてはこれまでその予定などが明らかにされておらず、2024年3月6日に実施された海上自衛隊トップの堺海上幕僚の記者会見において、最上潟護衛艦の VLS 装備は後日装備ということで建造を進めてきたとした上で、後日装備ということは文字通り、将来的に装備、整備するということであり、将来的に適切な時期に装備を予定しており、これは決して何らかの理由によって遅れているというものではないと述べて装備できない何らかの要因が発生しているわけではないと説明したよ。そして、最上潟の VLS 装置については令和5年度予算においてすでに調達済みであり、その装備については部隊運用に影響を及ぼさないことを考慮し、適切な時期に確実に実施していくとして、2023年度令和5年度予算にすでに計上されていると述べ、最上潟護衛艦が当初からの計画通りの防空、対空能力を備えた艦艇になると認識していると語り、防衛省が実際に2023年度予算において最上潟護衛艦10隻分に VLS マーク41を装備するための整備費用として787億円を計上したことを明らかにしていたんだ。防衛省が公表している契約関連資料によると、最上潟護衛艦10隻分の VLS マーク41調達予算は2025年度に3隻分、2026年度令和8年度では4隻分、2028年度令和10年度に残り3隻分の VLS が発注され、それぞれ VLS をライセンス生産している三菱重工業から防衛省に納入される予定とされ、2025年度令和7年度計画艦である11番艦及び12番艦には建造当初から VLS が装備される予定とされているね。三菱重工業は日本企業としては唯一、アメリカ政府の認可の下でマーク41の製造メーカーである、アメリカのロッキード・マーチンと技術援助契約を締結していて、その上に武器など製造法に基づくライセンス生産の許可を受けているぜ。マーク41は、現在世界西側諸国で最も多く運用されている垂直発射装置であり、これまで21カ国の海軍で16クラス173隻の艦艇に搭載されて運用されているな。典型的な VLS の形態としては弾薬庫が発射機を兼ねているほか、マーク41固有の特徴として、複数種類のミサイルを同時に並行して収容しつつ任意のミサイルを迅速に発射できることから、複合的な脅威に対する優れた対応能力を有し、1秒に1発のペースでミサイルを発射することができるね。またミサイル1発あたりのコストは旧式のマーク26の半分程度であるほか、省力性にも優れており、アメリカ海軍のミサイル巡洋艦タイコンデロガ級では、マーク26搭載艦では操作要員21名を必要としていたのであるが、マーク41搭載艦では8名に削減されているらしい。最上潟護衛艦は海上自衛隊としてこれまでにない新しい艦種として、FFM という新しい艦種記号が与えられているよ。諸外国海軍において最上潟護衛艦と同程度のサイズの水上戦闘艦艇はフリゲートとされ、その艦種記号は FF なんだけど、最上潟護衛艦においては多機能性マルチパーパスが求められているためその頭文字の M と、対機雷戦能力が導入されたことによって機雷マインの M が付加されて FFM という独特の艦種記号となったわけだね。この FFM に対機雷戦能力が導入されたのは、近年における日本周辺の国際情勢の変化が背景にあり、第二次世界大戦までのような主要国間の大規模武力紛争が発生する可能性の低下と、太平洋戦争時に日本近海に施設された機雷の総海が進んだことなどを受けて、
海上自衛隊における掃海部隊の規模縮小が検討され始めたことにあるんだ。さらに、ここ数年の中国海軍の著しい増強政策によって、これまでのロシアによる北方の脅威から沖縄本島を含む南西諸島の防衛に視線が注がれるようになり、当初占領された場合の奪還作戦を展開するための水陸両用作戦について掃海部隊が所掌するようになったぜ。そのため、掃海艦艇の削減によって掃海部隊が縮小された後も水陸両用作戦上において所要の大気雷戦能力を担保する必要が生じ、当初戦に際して大気雷戦を含む水陸両用作戦を遂行する艦艇として最上潟護衛艦が期待されたためだな。その大気雷戦のために、最上潟守艦には大気雷戦ソナーシステム OQ-91 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV の運用能力なども付与されているらしい。最上潟護衛艦には設計段階においては VLS としてマーク41が16セル搭載される予定になっていたが、先に述べたようにここに来てようやく搭載される予算が付けられた状況であり、現時点では VLS がないフリゲートなんだ。そのため、現在オーストラリアが同国海軍が保有している水上戦闘艦の見直しの中で、11隻を新造するとされている次期フリゲートの候補として、最上潟護衛艦が有力視されているとする情報が伝わっているのであるが、以外ではほとんど周知されていないと見られ、これらの誤解によってこの先日本の国益が損なわれる可能性があることが危惧されていて、今後 VLS が搭載されることについては徹底的にアピールすべきだとの声が高まっているみたい。海上自衛隊においては最上潟護衛艦に16セルの VLS を搭載した後、それらに艦対空ミサイルを搭載する計画はなく、07式垂直発射魚雷投射ロケットのみを搭載し、FFM に艦隊防空を担当させる運用はしない方針とされているね。防衛省では当初最上潟護衛艦を22隻建造する計画であったのであるが、2023年1月25日に新型 FFM に関わる企画提案契約の参加希望者募集要領を公示し、最上潟護衛艦の建造は12隻で終了として、さらに新型の FFM を10隻建造するとしたんだ。さらに8月31日には新型 FFM が12隻建造されることになると公表され、2024年度令和6年度計画から6年間で毎年2隻ずつを建造するとして、防衛省では1番艦と2番艦を建造費として1747億円を要求しているな。この新型 FFM は最上潟の基準排水量3900トンに対して4880トン前後にまで増加されていて、全長も最上潟の 133.0 メートルから約142メートルへと10メートル近く延長されているらしい。この艦隊規模は駆逐艦を意味する DD の艦式号を持つ汎用護衛艦村雨方の基準排水量4550トン。高波方艦の基準排水量4650トンを上回ることになり、フリゲート FFM ながら汎用護衛艦 DD よりも、大型艦となることが予想されているぜ。新型 FFM の兵装は62口径5インチ 127mm 砲1門短距離艦対空ミサイルシーラムランチャー1機、人7式艦対艦誘導弾4連装発射筒2機 324mm 3連装単魚雷発射艦2マーク、41VLS 32セルで、これらの構成は最上潟と同じながら VLS は倍だね。16セルの最上潟では全てに07式垂直発射魚雷投射ロケットが搭載される予定だけど、新型 FFM の艦式号が FFMAAW とされていて、AAW とはアンティエアウォーフェアすなわち対空戦を意味していることから、スタンダードやシースパローなどの艦対空ミサイルが搭載される可能性が高いと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月25日、防衛省は陸上自衛隊の重要装備品において、旧式化しつつある旧6式装輪装甲兵員輸送車の後継となる次期装輪装甲車として、これまで発表されていたフィンランドのパトリシア製の装輪装甲車 AMV に加えて、
三菱重工業が設計開発した共通戦術装輪車を合わせて選定し、それらを量産して取得した上で、各部隊に配備する方針が決定されたことを示したよ。この共通戦術装輪車とは、現在陸上自衛隊への配備が進められている装輪8輪の、ヒト6式機動戦闘車の車体をベースとする装輪装甲車ファミリーの呼び名で、機動戦闘車としての機能の他に、歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型、偵察戦闘型の開発が進められているぜ。今回はそんな陸上自衛隊の共通戦術装輪車の選定が決定した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。当初、共通戦術装輪車の開発について防衛省は、2018年1月に三菱重工業との間で共通戦術装輪車システム設計 A の開発契約を結び、2018年2月には小松製作所とも共通戦術装輪車システム設計 B の開発契約が結ばれていたが、2017年12月26日に共通戦術装輪車システム設計 B の契約を結んでいた小松製作所と防衛省は、試作車の防弾板などでの不具合を理由として開発完了予定時期を2021年以降に延期することを発表した後、2018年6月2日には開発計画が白紙になったと発表されて、7月27日に、正式に装輪装甲車会とも呼ばれた共通戦術装輪車システム設計 B 開発事業の中止が発表されたんだ。そのため98式装輪装甲車の後釜には装甲装輪車会と比較検討されていた、フィンランド製のパトリア AMV が、比較運用試験において三菱製の試作車両よりも優れた性能を示したとして採用が決定され、2023年度防衛予算に次期装甲車の取得費用として26両分136億円が計上されていることから、日本国内の企業によるライセンス生産の道筋も示されていたみたい。2023年8月31日には防衛装備庁が、プロジェクト管理装備品等の現状において、装輪装甲車 AMV の取得数量を派生型も含めて810両を調達することと、その1両あたりの運用期間が20年とされることを発表したよ。そして、2023年9月1日にパトリア社から、日本製鋼所との間でパトリア AMV-XP のライセンス生産契約を締結したことが発表され、同社では防衛省を通して陸上自衛隊に最新の装甲車両を納入するために、日本製鋼所と強力なチームを結成するとの意気込みを示していたな。パトリア AMV-XP は基本型の AMV の改良型で、AMV とはアーモアードモダラービークル装甲モジュラー車両の略称となっているぜ。1995年に、それまでフィンランド軍で運用されていた、6輪の装甲兵員輸送車 XA180 の後継車両として開発が開始され、当初は6輪式と8輪式に加えて10輪式の車両も試作されたんだけど、あと20輪式は製作が中止されて、AMV は8輪タイプが主流となったね。車体の防御力は高く、TNT 火薬 10kg までの爆発力に耐えられるほど、地雷や IED 足跡爆発装置に対する防御能力に優れている他に、車両前面の装甲は、口径 30mm までであれば戦車などの装甲を貫くために開発された双弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS の直撃に耐えることが可能とされているよ。そして、乗員3名の他に、車体後部の向かい合わせの座席が設置されている兵員室22名が搭乗することができ、これは96式装輪装甲兵員輸送車の乗員2名と兵員8名よりも多いぜ。また、機動力が高く、不整地走行における速度と登坂力のみならず、乗員の乗り心地までも高いレベルで両立させているため、兵員の疲労が少ないとされているな。さらには、車体後部の左右に水上航行時用のスクリューを1機ずつ備えており、最大時速 10km の水上航行性能も有しているらしい。そしてこの AMV の最大の特徴は、車体がモジュラー構造で設計されていることにあり、各種の砲塔並走センサー通信システムなどを必要に応じて組み合わせて運用することが可能とされ、
これによってほぼ同一の車体構造とパワーパックを搭載する装甲兵員輸送車歩兵戦闘車式通信車、装甲救急車戦車駆逐車自走迫撃砲機動砲車両などの派生型を簡単に製造することが可能なことにあるんだ。このことはこれらの様々な軍用車両の製造のコストダウンにつながるほか、整備性の向上にもつながり、戦場における稼働率の向上にも貢献するとされているね。今回発表された共通戦術装輪車はこのパトリシア AMV の構想を参考にしたとされ、すでに実用化され配備が開始されているヒトロク式機動戦闘車をベースに各種車両の開発が進められていて、52口径の 105mm ライフル砲を持つ歩兵の戦闘支援用の戦車とも言えるヒトロク式機動戦闘車と共に運用されることになるというよ。この共通戦術装輪車の車両として開発が進められているのは、歩兵戦闘車型機動迫撃砲型偵察戦闘車型の3種の装甲車両だね。歩兵戦闘車型は、8輪の装輪式歩兵戦闘車として運用され、乗員3名が車長砲手操縦手によって運用される他に兵員8名が乗車でき、搭載されている武装はマーク、44-30mm 機関砲とマーク、527.62mm チェーンガンだぜ。機動迫撃砲型は、車長操縦手照準手砲手弾薬手の5名が乗車する装輪タイプの自走迫撃砲として運用され、車両後部には 2R2M 迫撃砲を搭載しているな。この 2R2M 迫撃砲とは、フランスのタレス社が開発製造した車両搭載型のライフル付き 120mm 重迫撃砲で、アメリカ海兵隊ではこれをさらに発展させたドラゴンファイアと呼ばれる、すべてにおいて自動化された重迫撃砲システムを運用しているらしい。そして偵察戦闘車型は、車長砲手操縦手監視員接行員の5名によって運用され、武装は歩兵戦闘車型と同じマーク、44-30mm 機関砲とマーク、527.62mm チェーンガンで、歩兵戦闘車型では兵員を搭乗させる車体後部に、カメラが搭載された監視装置や衛星通信アンテナなどが装備され、陸上自衛隊が現在運用している87式偵察警戒車の後継車両的な扱いになるのではないかと見られているね。防衛省ではこの共通戦術装輪車をその機動性能や火力などについて評価した上で、ヒトロク式機動戦闘車が配備されている即応機動連隊及び偵察戦闘大隊への配備を見込んでいるというんだ。即応機動連隊とは25代以降平成26年度以降における防衛計画の大綱によって新編された連隊で、機動師団機動旅団の霊下部隊として2018年3月27日平成29年度末から編成が開始され、現在は6個連隊が編成されて配備されているね。これまでの連隊は普通科など単一の職種で構成される最大の部隊単位であったが、即応機動連隊はヒトロク式機動戦闘車をはじめとする装輪装甲車などを保有することで、機動力と非輸送性が高められた諸職種部隊でありパッケージ化されていて、有事の際などに必要に応じて諸職種部隊となる普通科部隊とは異なり、平時から諸職種部隊で編成されているため有事の即応性が高いぜ。また、機動迫撃砲型の同じく量産単価は約 8.6 億円とされ、そのライフサイクルコストを約1529億円で計上しており、約100両を取得するようだな。メディアや軍事専門家の中には、同様のコンセプトを持つ2種の装輪装甲車を採用することに対して、共通戦術装輪車に対してさらにコストがかかる AMV の採用は取りやめるべきとの批判的な意見を述べる人もいるよね。しかしながら、共通戦術装輪車は2024年度平成6年度防衛予算で歩兵戦闘車型24両及び、機動迫撃砲型8両の調達を予定しているに過ぎず、まだ量産化されていないことから6個の即応機動連隊への配備が完了するまでには時間がかり、それでは相応機動連隊が有事の際に役に立たないよな。そのために、すでに量産化され数年で800両以上の調達が可能な AMV をひとまず運用しておきながら、共通戦術装輪車の保有数を増やしていくのは合理的であり、三菱重工業など国内の防衛産業を維持成長させておくことは国防上の最重要課題であり、
そのためにも防衛装備品の国産化と、兵器における最新技術を学べるライセンス生産を並行させていくことも必要だろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発だけど、IHI 社製 FX91 エンジンの実用化に向けての取り組みも順調みたいだね。日本の技術力には今まで驚かされてきたから、今回も期待大だな。うんうん。今回はそんな FX91 エンジンと次世代戦闘機の共同開発 GCAP グローバルコンバットエアープログラムについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。外交防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が2022年12月改定され閣議決定されたよ。これによって、日本の防衛をめぐる議論が様々な立場から様々な反応を巻き起こしているみたい。この決定で日本の防衛予算は2023年度からの5年間で現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明したんだけど、最終年には NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているんだ。NATO 加盟国がロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたため、加盟国が今後は一定の防衛努力をするために対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されることから、それに追随したということだろうな。日本では今後の防衛予算の使途に、防衛力強化としてスタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出しているよ。従来より飛躍的に射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているみたい。このスタンドオフ能力だが、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的で、日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけだな。つまりミサイルの能力を大きく向上させ、同時に自分が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということらしい。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われているけど、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあるんだよね。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が政治的に完全に決着することがないのは確実だけど、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったみたい。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を日本、イギリス、イタリアの3カ国が、共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたんだ。この GCAP では日本は現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは領空軍が現在運用している、ユーロファイタータイフーンの後継機となる戦闘機の実用化を目指しているよ。航空自衛隊の中では現在そういった区分や呼称は廃止されているが、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していたぜ。主力戦闘機はアメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたってわけだ。そして支援戦闘機はアメリカとの共同開発が通例で、現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったため、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものだったよ。F2 戦闘機開発については、日本国内では自国での単独開発を主張する意見があったんだけど、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機はアメリカを含む、連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていたんだ。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退したよな。そのため前述の通り、F2 戦闘機は F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は現 IHI 社がライセンス生産で行ったってわけだ。航空機開発に関しては日本は全ての技術をアメリカに開示しなければならないという義務があったんだけど、
アメリカは主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したため、偏無的な契約だったんだよね。さらに、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったとにしろ、不満の多い運用を強いられたぜ。高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけだ。F2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、日本は後継機開発に関しては機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間でそれに向けた取り組みを行ってきたよ。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XF91 エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に1機の試作機を完成させ、納入しているんだ。納入された XF91 エンジンは、2020年7月まで各種の性能テストが実施され、結果として、具体的にはアフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮したみたい。この数字は F22 ラプターに搭載されているプラットホイットニー社製の F119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも1800度という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したぜ。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力だけど、XF91 エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしているね。確かに実際に機体に搭載してのテストではないが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした XF91 エンジンは、将来の戦闘機に対応しうると大きな期待を集めたな。XF91 エンジンのサイズだが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F2 の F110 エンジンと同等の大きさとなっているぜ。蒸気のようにカタログ値だけど、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたね。さらに2019年のマストアジア2019では水力変更装置が展示されているよ。このマストアジア2019で展示された水力変更装置は XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等にも採用されている水力方向を変更する装置なんだ。この水力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためで、機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F22 ラプターではパドル式の水力変更装置が採用されているよ。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置を搭載していて、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式でマックス20度で水力を変更できるらしい。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるため敵の攻撃を回避できると想定されているが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には同時にこうした工夫もあるわけだ。これまで述べてきたように2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF91 エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきているね。といっても、今後の GCAP は要求によっては共同開発の変化でどんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況のようだぜ。GCAP では、イギリスのロールスロイス社が機関部開発を担うことになっているな。高級車で有名なロールスロイス社だけど、イギリスやイタリアが採用している。ユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しているため、全体を統括する BAE システムズ社と共にプロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されるよ。また、これまでイギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールスロイス社が機関部の開発を行っているぜ。そんなロールスロイス社だが、テンペスト計画においては機関部の開発で難航していたと伝えられていて、ユーロファイタータイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しているわけだ。ロールスロイス社は昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを、
極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてくるし、GCAP でその成果がわかるだろうね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。